司のマネーの裏トラゴー。この番組は私たち真鍋ゆかと五十嵐真理恵が常念さんにアドバイスを受けながら100万円をどこまで増やせるか、どうやって増やしていくのかをお届けする番組です。投資は素人、ビジネス経験も浅い私たちが100万円の軍資金でどこまで資金を増やせるのか、マネーの裏の裏までお届けします。ぜひ応援してください。常念司チャンネルマネーの裏トラガオー。はい、始まりました。なんか気づきません？あ、T シャツじゃない？うん、あのね、追悼モードです。追悼？うん、ある人気番組が終わったらしいんで、ちょっと心から追悼させていただこうかなと。もしかしていやいや、名前はなくて、あ、いいですか。ある大変いい番組だったんですが、なんかそのお亡くなりになったとね、いう話を聞きましたんで、心から追悼の意味を込めてね、その当時を忍ぶ姿でね、今日は面影を、そういうことですね、面影を底はかとなくね、懐かしいですね、懐かしみながら、はい、ね、懐かしみながら、これはマネーの裏トラですからね、はい、ねマネーの裏トラがみたいな感じでですね、はい、隣が違いますね、隣が違いますね、そうですね、まあ、こっち側にいるんですきっと、そうですね、こっち側にその影を感じながら、そのちょっとね感じながら見てますかみたいなことね、皆さん草葉の陰でね、本当にね。草葉の陰まあ、やめてるのかなということを想像しながらね、今日は行ってみたいなと。はい、そうです。本当、いい番組でしたね。詳しくは言いませんけどね。何の詳しくは言わないで。うん。で、置きますか。みんな奥歯に物をね、詰まらせながら、今日は、挟みながらね、挟み込みながら奥歯に物を。挟み虫みたいな。もごもごしながら、そうです、ね、すごいすっきりしますね。すっきりしますね、はい、釈然としない感じで断るごとにちょっと昔を懐かしみながら、懐かしみながら、いやー、いい時って長く続かないもんですね。本当ですね。ね、まあ、あの真鍋さんご存知かもしれませんけど、まあ、八重洲イブニングラボといえばね、私がやってるオンラインさんですけど、何シンキングですか？ネガティブシンキング。その通りです。いいことは長く続かないんです。今が幸せの絶頂かもしれないと常に考えてくださいとね、そして備えてください。2秒後から仕事がなくなった、そんな状況に備えてください。2秒後です、はい、2秒後ぐらいでもちょっと甘いんじゃないかぐらい、ね、0.2 秒後ぐらい備えてもいいぐらいなんで、考えてる暇ないです。考えてる暇ないです。もう反射神経ですぐ動けるようにしておかないと、うん、ね、真鍋さんもね、はい、大変でしたけど、本当です ね、もうあの崖っぷちギリギリになりまして、ね、はい、そして五十嵐さんも株式投資が一旦リセットということで、うん、この間見ましたよ、井田先生との動画。はい。勉強になりました？ありがとうございます。とてもなりました。はい。何を学んだんですか、あそこで。適当にやってたら、やっぱ適当になってしまうなって言われて、なるほど。なるほど。改めて学びまして、はい。その、井田先生、今が、この収録日時点で、はい。4回シリーズの1回目を、はい。井田先生の、方と私の方で、うん、ノートで公開しているんですけれども、うん、はい、1回目ではどういうスタンスで投資をするの、っていうか、はい、なんで投資するのみたいな話をメインで聞かせていただいて、なるほど、なるほど、はい、でそこで話していて、はい、やっぱり私はまず本業があり、はい、まあ、それって忙しい時期、忙しくない時期っていうのが、うんうん、あんまりこう自分でもコントロールできないんですね。そうですね、お客さん次第ですね。そうなんですよね、うん、であとまあ実際のこう納品前みたいになるとバタバタしたりっていうのもあったりして、本当に全然昼間見る時間もないっていうことがあるので、であればあんまりまあ塾長的に言うと KQD 的なそういうのをやってるとまあ合わないだろうねっていうことになったので、ちょっともうちょっと落ち着いたポートフォリオ編成、はい、なるほど、すごいリズメだ。さすが飯田先生、リズメだな。おお、確かに KKD ね、ここだとか見てる暇ないもんね。そうなんですね。はいはいはい。ただ、あ、まあ、大体その、まあ、100万円預かってるので、はいはい、まあ、そのまんまその100のうち、はい、どれぐらいのパーセンテージにするかをちょっと自分で考えて、はい、お、考えてきたんだ。はい、まあ、これは最初から変わってないんですけど、はい、投資信託、投資ね、はい、を、
ドルコスト平均法で毎月ちょっとずつ買ってって1年間で30%ぐらいになる、はい、30%、まあ30万ですね、そうですね、100万だからね。今2つ買ってるのがあって1万の1万なので、はい、まあ12万はいかける2、なるほど、20、はい、ここにあるやつですね。そうですね、あのアメリカの某指数の連動ファンドと、もう一個は、まあ、あの、あれです。ちょっとアクティブファンドっぽいやつですね。そうですね。これ、この昔持ってたよ、売ったけど。そうですね。はい。で、これは、あの、まあ、投資信託なので、はい、多分、ちょ、着々と、やっていくのがいいのかなと思ってるので、はい、多分、あんまり入れ替えたりしなくていいかと思って、しばらく様子見。はい。です。なるほど。で、あとは、はい、もう残りの70を、はい。はい、40を2本にしようかな、はい、42本40だいたい40ぐらい、はい、で残り30ぐらいを米国株なるほどにしたいなと思ってるんですけど、どっちも半分ぐらいを KKD 的なのじゃなくて、はい、なくて個別銘柄は個別銘柄なんですけど、はいはい、高配当とか、なるほど、株主優待とかそっちをもっと考えた方がいいよっていうのを言ったりも言われたので、はい、まああんまりこう短期のバイバイを見る時間も今ちょうどないので、はい、一旦そういう感じで、はい、夏、6月、7月ぐらいまでやろうかな、うん、なるほどね、思っていて、はい、あと伊賀先生から、はい、自分の業界とあんまり近いところじゃない業界、うんうんうん、関連性がない業界の方がいいよっていうの、うん、これなんでかわかります？自分の業界に近いところだと、はい、自分の本業も悪くなる可能性があるし、うん、株、持ってる株その通りです鉄則ということで、まあ、ポートフォリオというぐらいですから、なるべく関係ないものを混ぜた方がいいんですよ。そうすると平均するんで。はい。でも、五十嵐さんだから、まあ、建設とか、そういう業界近いので、うん、その株買っちゃうと、五十嵐さん自身のお仕事がダメになるときに、株も一緒にダメになってしまうという恐れがあるので、なるほど。そうそう、なるべく逆に動いてるようなものを買った方がいいんですよ、はい、むしろね。さすが飯田先生、よくお分かりですね。はい、なので、はい、今日本ので持ってるところだと、はい、まあ、あの IT 系、はい、が2つ、うん、と、ね、医療系ね、2つあんま関係なさそうですね、はい、っていう感じです、はい、じゃあこれはこのまま落ち着けるわけ？はい、これは、はい、そんなに超大企業みたいなところじゃないので、うん、はい、まあ下がるときは下がると思うんですけど、はい、ちょっとあんまそこ気にせず、うん、一旦で、うん、これも全部数万ずつぐらいなので、うん、一旦これは持っておいて、はい、これにプラスして、はい、後輩と株主優待系を追加したい。なんか憧れる。だんだんなんかあれだね。だんだんすごいリズメの名前、いやいやいいんですけど、だんだん企画としてはつまんなくなる方向に今やるんですけど。そうなんですけど。うん、まあでも当然の企画。面白い担当はこちらに思います。ああそうね。人生かかってそういうことね。はい、じゃあ、高配当、高利回り、はい。それか、もうちょっと追加していただいたら、はい、経験に。え、まさかの追加要求。いや、それ別に俺自分でやるよ。そうですよね。自分でエンタメ楽しむわ、そうしたら。はい。なるほど。なので、まあ、でもそうね。エンタメ要素を、はい、まあ、30% ぐらい。うん。ただ、そんなにしょっちゅう、数日でこう、バイバイとかじゃなくって、まあまあ、しばらく置いといて、はい、そんなに気にならないような感じにしようかな、はい、なるほどね。まあでもね、あのほら100万円ぐらいで投資を始めたいって人多いので、うんうん、あの私なんか見てると、そのもっともう KKD でどっかみたいな、うん、1KKD 単位が100万とか1000万の人結構いるから。そうですよね。そんなね、100万そんなに動かすのみたいな思う人もいるかもしれないけど。そうですよ、ね、でも圧倒的多数は100万円ぐらいちょっと余裕資金があるから、うん、なんか貯金してもしょうがないし、なんかやってみようかなっていう層にはいいかもしれない。しかも、はい、多分100万円とかをドンってやって、うん、儲かったらっていう人って、うん、その100万円って、うん、持ってる資産のすごいちょっとの割合だと思うんです。その通りです。でも私にとって100万円って、はい、全然そんな、まあ、なくなってもとか半分になってもいいし、うん、深くではないので、うん、もうちょっと着実にやりたい。ただせっかく株なので、はい、まあ、その 30% ぐらいの予想を、うん、はい、ちょっとそういう勉強しつつ、ね、楽しく上がり下がりを見たりしようかなっていう、はい、一応狙っている年想定、目標利回り何%ぐらい狙ってるんですか？
今飯田さん、先生なんか言ってた、そこは聞いてない、ね、あ、聞いてない、あ、今度じゃあぜひ聞いといて、どれぐらい狙えるのかと。どれぐらい狙うのがいいんでしょうね。どうでしょうね。まあでも今ね、金利がこれだけ低いご時世ですが、ただ株のボラティリティはすごい高いからね、うん、まあ、ここに来て今ね、まあこれ収録時点ではまだ2万9000円台なんで、3万円超えてたもんね、今2万9000円台。そうですね、ちょっと落ち着きモードなんですかね。そうそうそう。もういいんじゃないですか、こういう時。はい、エネルギーを貯めて上に行くか下に行くか、勝負って感じで。もっと下がるかもしれないですもんね。だから下がる可能性はなんかうちもある。ただ下がる要素が高そう。下がるか上がるかについてはですね、鉄則はい、上がるか下がるかはですね、はい、黒田さんという方の紫三寸ですね。あ、はい、黒田さん誰？日銀総裁、はい、ついこの間黒田さんがね、日銀の、まあ、これまでの政策のね点検、評価点検の結果というのを発表してですね、はい、まあ、新たに、こういうふうにしてきますっていうようなことを言ったんですけど、はい、あのニュース見ました？軽く見ました。あれぜひね、飯田先生に解説してもらうといいと思うんですけ ど、 一応私なりの解釈を言うと、ね、はい、一言で言うと、はい、まだ金すりますと、おいうことです、はい、ということはまだ株のところにお金が集まってくるんじゃないの。うん、まあそのそうそうね、そうですか。そうね、あの要はあの金吸ったら、これも鉄則、金を吸ったら株上がるということなんで、はい、まあこれまあいつも言ってますけどね、はい、あの単純な貨幣数量説で考えると、お金を吸れば、まあ基本的にはあの物の価値が上がってお金の価値が下がるんですよ、あの単純に、ね、考えると。だそれがお金を2倍すると物価が2倍になるかっていうと違うんです。ここが結構難しいところなんです、はい、これあの高橋雄先生なんかあの微分方程式で計算するんですけど、あの株価の場合はですね、あのこれちょっとなかなか難しいんですよ。単純に2倍になるから2倍っていうのは算数じゃなくて、将来的にどこまで増えるんだっていうのをどの時点で織り込むかっていうゲームになるので、その予想ですよね、人々の予想を予想するみたいな、ちょっと複雑な方程式を解かなきゃいけないんで、なんでちょっとそこがちょっとアートっぽいんですよ。サイエンスだという人もいればアートだという人もいて、でも私はすごい単純に考えてて、将来的に金が増えるなら株上がる。なので、まあ株を買っておくのはいいと思うんですけど、ただそれが、その、まあ、いつの時点で何パーセント上がるのかっていうのが、単純にお金の量とは比例しませんので、これをね、なんかね、分かったみたいな感じで単純比例だと思ってやってる人がたまにいるのよ。はい。あの、私のなんか、あの、例えばツイッターとかにコメントしてくる人とかで、ね、それから考えたらおかしいじゃないかみたいなことを言うんですけど、違うからと。そうじゃない。これいつもね、あの、リフレ派の、あの、皆さんね、あ、まあこれ、飯田先生なんかご専門ですけど、言うんですけど、あの、期待の働きっていうのが大きいんです。投資においては、うんうん、はい、市場はね、市場というか、まあ、その経済全体について。だから、あの、インフレが、その、2倍のお金を吸ったら物価が倍になるってことじゃなくて、これから2倍にお金を吸りそうだよって言った時に、そうなのつって人々が先回りして買うでしょ、はい、そんで物価が上がっちゃうんで、はい、そこの先回りの部分も全部考えなきゃいけないっていうことなの。うん。だから逆にじゃあ2倍するって言った時も、その言い方、見せ方、出し方がすごい大事で、なんだよ、2倍すんだからめんどくせえな、ほんとはすりたくないんだよさ、吸っても何にも起こんねえんだぜ。何にも起こんないよ、吸っても。ただのお金だからね、これほら、あの、経済理論書いてあるけど、吸っても最後もう、あの、調整して、同じになるから、同じになるからね、同じになるけど仕方なく2倍だけするけど、もうこれで終わりって、吸ったら、全然効果悪い。これ黒田さんじゃなくて、白川ね。そっちの。白川はもう全然効果ないからって言って、もう 0.05% ぐらいちょっと多めに吸ったぐらいの、まあ、うん、まあ一応だから60兆円っていう基金っていうのを積んだんだけど、何の効果もない積み方をしたの。効果ないよって言って、で、効果のない買い方までしたんですよ。長期国債を買ってますとか言ってるんですけど、10年国債が9年半経ったやつとかを買ってんだよ。10年国債9年半経ったらさ、そんなもん短期国債じゃん。うん、長期国債を買っておりますとか言って、そういう嘘をついてるの。だそういうのをみんな、あの、市場見抜くのよね。足元見るのよね。だから、同じ2倍お金をするって言っても、例えば60兆円をすりますと、ね、言っても、あの、そういう出し方をしたら意味がないわけですよ。足らなきゃいくらでもやりますよと。ね、足らなきゃいくらでもやるけど、とりあえずどれくらい上がるか分かんないから、10兆円からやるわ、つってやった場合は、ね、あの、60兆やりますっていう、ね、60兆やるけどこれで終わりだし、効果ないよって言ってるのよりも、足らなきゃいくらでもやるんだけど、とりあえず10兆からねっていうのだと、する量は6分の1なのに、足らなきゃって言ってるから、こいつまだやんのみたいな感じで、だからその期待が上がる。これがまさに期待が上がる。どう思うかっていうことね。その時の方が株価が上がる。そうですね、はい。これ、あの、ぜひ飯田先生にも、あの、聞いていただきたいんですけど、これ、いわゆるですね、あの、同学的整合性というやつです。鉄則！同学的整合性。それは、同学的動く。そう。動く学。同学的整合性。それはつまり、はい、言ってることとやってることが全然違うんじゃないのって言われたら終わりなんです。
わかります？有言実行だと、やべえ、こいつ、マジやってくるみたいな感じです。でも、有言不実行だよ。だよ、こいつ言ってることでやってること全然違う。また嘘ついてるよ、みたいな。やってもどうせ意味ないでしょ、その通りです。はい。だから、今回のですね、緊急事態延長にね、緊急事態宣言延長について、鈴木渡先生というね、学習院大学の先生。この人、元日銀なんですけど、珍しくリフレ派の先生なんですけど、鈴木渡先生はですね、意味軸もこの同学的整合性という言葉を使って、こんなことやってたら誰も言うこと聞かなくなるぞということをね、言ったんですよ。日経新聞にコメントしたんですけど、要は、一応数値を設けてね、ここより下がったら解除するって言ったのに、突然ゴールポストを動かしたでしょ。で、ああいうことすると、要はその、抜き打ちテストをやるぞと、学校の先生が言ってたのに、結局採点めんどくさいから、じゃあテストやめたって直前でキャンセルすると、もうこの先抜き打ちテストやるぞって言っても、うん、どうせあいつやんねえだろうと、採点めんどくせえからって、なって誰も勉強してこなくなるよと、それと同じこと起こりますよって言ってた。で、中央銀行全くないです。はい。同学的整合性といってですね、はい、言ってることとやってることが一致してることがすごい大事なんですよ。で、そういう点で言うと、今回の日銀のね、まあその、点検、そしてその評価。で、その後の動きは、まあまさにこのコミットメントを強めるような方向に私は行ってるかなと。日銀が言ったことは、チェックするのも日銀なんですか？まあ正確に言うとね、市場が反応しますね。うん。うん、で、今回正しい。そう。あ、言ってんなとか、どうせやってこねえだろうって言ったやつが、本当にやってきてひでえ目になったりすると、おぉ、やっぱり日銀怖えみたいな感じになって、これレッスン。そうなんです。こういう形のレッスンもあります、はい。そういうことです。だからもうどうせ日銀はそんなこと言ったって、みたいなことを、まあ日経新聞がそれを煽るんですよ、簡単に言うと。例えば今回のケースで言うと日銀がね、もうほら金すりまくって国債いっぱい買ってるから、もうこれ以上は買えないんじゃないかみたいな。ね、だからそうするとじゃあ金利が上がってくるのもね、もう日銀は容認するんじゃないかと。もうこれ以上買えないか。要はその国債買わないと金利上がっちゃうじゃん。売れないとその分割引になるので上がっちゃうってことですから、金利がね。はい。なんで、それを、じゃあ、日銀が、ね、もうこんなにいっぱい金利、国債買えないから、もうちょっと、じゃあ、甘噛みにして、金利多少上がってもいいやって、思ってるみたいな、遅き時がバーン出るわけですよ。で、それに対して日銀は今回は、いやいや、まあ 0.05% ぐらいだったら許してやるけど、それ以上は許さないって言いましたからね。はい。誘導目標に対して 0.05 だよ。0.05% ぐらいの、まあ、上下幅はいいよ、認めるけど、ね、逆に言うと、お前らが憶測してるようなレベルではないぞ、みたいな感じで打ち消したわけ。あれだ、はっきりさせたんだよね。それから ETF の購入も終わるんじゃないか終わるんじゃないか言われてたのを、いやいやいや、上限は12兆も維持するし、ね、かつ6兆円目安って言ってたのも、もう目安撤廃と。もう株価が下落したらいくらでも買いますみたいな、まあそれに近いこと言ったんだよね。そうすると安全じゃない。ある程度の、まあ、下落があったら多分日銀買ってくるなってなるので、逆に下がったら日銀が買うかもしれないと思ってみんなが買うから日銀がそんな買わなくてもいいみたいな、そういうこうなんか、わかります？相手がこう行けばこっちがこう行くっていうの、これの繰り返しなんですよ。なのでお金を2倍吸ったからといって物価が2倍になりませんよって言ってんのに、なんかその、貨幣数量説っていうんですけどね、単純にお金と物価がこう比例関係に、線形に比例、線形というか、単なる比例関係にあるように、ちょっと勘違いしている人がいるんです。単純で、はい、で本当、基本的すぎる質問なんですけど、どうぞ。お金をする、うん、つってお金が増えるっていう状態って、はい、どういう状態ですか？私たち別に、うん、お金、最近出回ってるお金増えてるよねって思わないじゃないですか。わないですよ。わないよ。生活してて。わないんだけど、みんな知ってんだよ、なぜか。賃金が上がるわけではないんですか？そう。賃金が増えたら、なんかお金増えたってみんな思うでしょ。でこれね、私ね、全く同じ質問をですね、はい、イェール大学の浜田浩一先生にしたことがあるんです。はい、今からね、8年ぐらい前かな、はい。そしたらね、浜田先生は何て言ったかというとね、はい、要はね、シグナリング。シグナリング、そうそう、鉄則シグナリング効果というやつで、はい、いろんなね、シグナルをね、いろんな人がいろんな形で捉えてるんだって。例えば、私みたいな企業経営者だと、はい、銀行の担当者が突然アポ取ってくるんですよ。常年さんと、ちょっと会ってくれませんか？何って言ったら、いや、新しい融資制度できたんで、これ、こういうの使えるんですけど、どうですかとか言って。あれ、今まで、そう、今まであんなケチケチしてもこいつ何やってんのみたいな。あれ、ひょっとしてお金増えてるみたいな。とかね。あと、市場にいる人はもう、ほら、株価が上がればとか、金利が上がったり下がったりすれば、あ、これはって、すぐ思うでしょ。だから金融市場でまず動きがあって、目足の効いたそういう機関投資家みたいな人が気づくんだよね、最初ね。で、それが実体経済に徐々にこう波及してくる過程で、いろんなシグナルが出る、その銀行の担当者の態度の変化っていうのも十分なシグナルだし、人にとっては。ね。とか、あとはなんか、例えば飲食店やってる人とか
と、うん、なんか例えばじゃあいいよ、茅場町あたり、証券会社がなんかすごい多いあたりの飲食店やってる人が、うん、最近なんかちょっと思うと、うん、なんかあのランチに一品追加してくる人増えたな、なるほど、ささやかだけど、そうそうそう、あれみたいなとか、なんか夜の宴会の予約も最近ちょっと増えてて、なんか今まではもうなんか当日ギリギリ一限の客来て埋めてたの、うん、もう予約ないとうち座れなくなっちゃったんだけどとか、で逆にそれを予約してるサラリーマンも気づきますよね、あれなんで予約でこんな急に回り始めたの、うん、とか、そういうのをなんかいろいろ持って、それぞれの引っかかりシグナルあるわけ。そうで、今、五十嵐さん言ってたの、私も見てないんですけどって言ってたんですけど、五十嵐さんにもシグナルあるなんか。シグナル？仕事でない？最近忙しいでしょ？最近忙しいですけど、うん、それが関係あるのかしら。あるかもしれないよ。あるかもしれない。あーって気がついた時には言ってしまう。チャンスには前髪しか生えていないというね。鉄則マキアベリの言葉です。あのチャンスには前髪しか入ってないので、で後ろはもうあの毛ないらしいんで、うん、行った後掴もうと思っても何も掴めないらしい、うん、前髪をガッて掴まないといけないらしいんで、はい、なんかあるかもよ。シグナルだと思ったら確かめなきゃいけないんですか、うん、その通りです。はい。でも、ま、仕事以外で、うん、もっと普通に生活しててコンビニ行くとかスーパー行くとか街歩いてるとかで気づくシグナルってある、うん、毎週買い物してる主婦とかは割とあの価格敏感だよね、うん、そういうのに気づいちゃったりとか、うん、あとあの置いてある食材のなんか構成変わったりとか、そういうのに気づく人は気づくし、いろんな気づき方あるらしいです、うん、日雇いの人だったら日雇いの方だって具合変わったりとかするから、そういうのが分かる、案件増えたとか、そうそうそう、だから浜田先生にこういうのあるだろ、こういうのあるだろ、こういうのあるって聞いたら、なるほどと、うん、要はあれなんですねと、全員が分かるこれっていうのはないんですねって言ったら、そうって言われます。しかも全員が気づく頃にはもう真ん中の人は何ヶ月も前に気づいてるみたいな状態、その通りです、ってことですね、その通りです、その人たちが気づいて、はい、その外がそう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 、で、江上さん今までどの辺にいたの？今まで多分この割と外側に、割と外側にいて、で、いて、うん、今、まあ、仕事とか株とかをやって、ちょっと内側をこう覗いてるて、ね、あ、そうそうそう、で株やるといろんな指数見るので、ちょっと気づくでしょ、うん、でそのね、なんかいろんな人が感じるシグナリングがあって、で、そのシグナルに対してどう反応するかってそれぞれ違うわけ、あ、やめーって全力で備える人もいれば、まあ大丈夫だろうって思う人もいるし、気づかないやつもいるしね、で、それでグラデーションできるんですけど、その備えた、ね、その未来に対して備えたことによって、まあ何年かすると結果出るじゃん、はい、あ、やっぱあいつ合ってたとかなると焦るわけですよ、周りの人そういう感じでこう連鎖してくる。まさに今のあの、五十嵐さんの表現がその通り。最初この真ん中にいる気がついて、だんだん周りがあって感じで、この辺で気づいた人とこの辺で気づいた人とで、うん、なんであいつあんなに、女儲けたのって言ったら、いや、気づけ、あそこでこんなことあったじゃん、みたいな。ですね。いう話です。はい。で、テレビとか、新聞とか、ね、雑誌とかに、もう、ボーナスでどんな株買うみたいな特集される頃は、もうみんな気づいた後なんで、で、そういう時に売れるものがある状態にね、いたいじゃん。ってことはそのみんなが気づく前に買っとくってことだよね、そういうことですね。でもみんなが気づく前に買っとくのが下がることに気づく前に買ってしまうパターンもありますからね、そうなんですよね。どっちのシグナルかを見極めなければいけないということですよね、はい、まあ、ただそういう意味で言うと一番大きなシグナルはこれから金すろうとしてるのか、ね、金をすらないで減らそうとしてるのか、増やそうとしてるのか減らそうとしてるのかというのが一番のシグナルなんで、俺もこれしか捉えてないですよ、はっきり言って。でも今はアメリカも日本も増やそうとしてる、増やそうとしてて、でマスコミとかがそんなこと言って減らすんでしょ減らすんでしょってずっと言ってたのを、うん、もうパウエルとクローラで叩き潰したと、うんうんうん、この間ね、うるせえ俺はやるんだと、あと2年はやるとかね、2% 超えたっていいのにインフレ率かと、もう 2% ぴったりしなきゃいけない、どういう感じなんだみたいな感じで開き直ってるんで、で黒田さんもそういうことね、はい、はい、そんな感じだったので、まあ組み替えるにはいいチャンスかもしれませんね、はい、で、じゃあちょっと五十嵐さん、だからね、どうすんの、じゃあこれから年どれぐらいを目指すか、でも目指すって決めてやることなんですかね、みんな決めてやってるの、まあ一応なんていうんですか、すごい利回りを求めたらすごいリスクを取らなきゃいけない、そうですよね、はい、これね必ずあるんですよ、例えばその海外のプライベートバンクとかでね口座開こうと思ったらリスク許容度の調査っていうのがあって、大体こう、そうそう、ハイリスク、ハイリターンなのか、ね、だからもう高いリターンのためにはもう多少失ってもいいと。うん、で、30% ぐらいドローダウンしてもいいみたいなことを、うん、まあ言ったりとか、逆にもう絶対減らさない、資産の防衛がメインだって人は 5% ぐらいの中で収めてくれとか、そういうのやっぱあるので。10% ぐらい増やしたいと思ったら、どんぐらい ?10% ぐらい増やしたいと思ったら、まあミドルリスク、ミドルリスク。そうね、まあ、10% 取ろうと思ったら、今のご時世かなりのもんだと思いますけどね。へ、はい。
だって、あ、でもまあ今株式市場この調子だったらいけるかもね。それぐらい、うん、でもいけたらいいですね。今から 10% 上がったら3万3000ぐらい行くでしょ。3万3000ぐらいねえ、行ってほしい。きっときっと行くと思うんですけど、日本経済ね、まだワクチンもそんなに普及してない状況ですけどね。でもね、年末ぐらいにはある程度もうやってるじゃないですか、我々も、うん、ワクチン打って、ワクチンね、オリンピックも終わってワクチンも打って、うん、そろそろ通常に戻ろうかなみたいに、なるほど、年末ぐらいになってるかも。鉄則あのね、元には戻れないかもしれないです。うーん、元じゃなくてもいいんですけど、うん、経済は再開するけど、違う形で戻るでしょうね。俺の予想ね、これはあくまでも。なんでかっていうと、一番ワクチンの接種率が高いイスラエルでも、人口100万人あたりの新規の感染者数っていうのが日本より多いんですよ。ああ、そうなんですか。つまりワクチンは感染予防というよりは重症化の予防の方が、はい、あのどうも大きいようだという報道があります。じゃあなるにはなってしまう、これ私の意見ですよ、という報道があるということなので、まあワクチンを打った後もですね、基本的には3密回避とか、うんうん、マスクしたりとかっていうことはやっていかなきゃいけないので、うん、だとすると飲食店パンパンに入れてね、みんなで歌歌ってみたいなのはちょっとなかなか難しい、うん、なので、まあ、戻るは戻るけど前とは違う形で戻っていくかなと、うんうん、で、スペイン風邪のケースもまあ大体3年ぐらいかかってますので、まあちょっと想定よりはあと2年ぐらいは、うん、でそれが終わったら元に戻るかどうかって分かんないですけどね、うん、でもまあ、 あの違う形で元に戻って違う形のまま伸びていく可能性はなきにしもあらずですかね、はい、そこは経済学者でも予想できないところ、どうでしょうね。私はあの、一、起業家投資家としてそっちに今かけてます、はい、なるほど、はい、外れたら私も罰ゲーム等しく罰を受けると等しく罰を受けさせていただきます。ただ私は元には戻らないのを見かけてて、なるほど、戻って結構バブルみたいになるとは思うのね。戻るっていうか違う形で戻るんだけど結構バブルみたいになるんだけど、あのなんかああいうほら窓のない大きな部屋にたくさんみんなで入ってこうパンツ見せながら水せ、うん、あのセンス振りますみたいなあれも飛沫飛びまくるでしょ。ああいう戻り方はしないだろうなと、わかります、バブル的な。そうそうそう、はい、だからあのこう肩パッドとケミカルウォッシュにはなるかもしれないけどそうなるかもしれないんだけど大箱でセンス振り回してパンツ見せるみたいなのはないです、はい、多分ないです、はい、違う形になるかなと、うんうん、いうふうには思うんですけどね。どういう形になるかっていうのはちょっと分かんないんで、だから私今新しいプロジェクト始めたんですよ。おしゃれウィークやったでしょ、はい、ずっとあれは実はそうい う, こうちょっとファッションというかライフスタイルというかそういうのの変化をちょっと捉えて、新たなビジネスをちょっと考えたいなと。今すげえもうめちゃめちゃコンセプチュアルなことしかもうコンセプトばっかりなんですけど、今ちょっと考えてるので、そういうなんかあの消費スタイル自体が変わるっていう。そうですね、それは絶対変わりますよね、うん、と思うんですよね。結局今までってほら同じことをこう繰り返してきてるので、だいたいほらベルボトムがこうね流行った後はこうなんかスリムのやつが流行ったりとか、うん、でまたそれが10年周期ぐらい、そう10年周期ぐらいで行ったり来たりしてるだけじゃん、うん、なんかそうじゃない、なんかもうちょっとこう次の新しいのに行った方がいいかなと思うんですよね。エヴァンゲリオンもほら終わったことだし。本当ですね、うん、見てない、見てない、ね、あまああのネタバレせずに俺の感想聞いた、聞きました、うん、まだ聞いて、大人の墓参り、あ、なるほど、はい、はい、まあ全然わかんないと思いますけど、うん、まあ要は見た方がいいってことですよね。そうですね、25年もやってるわけですから、うんうん、ね、まあ簡単に言うと、作品そのものよりも見てる人が成長したのさ、うん、はい、分かりますよ。で我々 も, 10代だったもん、そう我々も成長したんですよ。で何かあのまあファッションのブランドなんかにしても何かそのまあその何て言うのこう価値観をこう想像するというか破壊して想像するみたいなの結構多いんですけど、うん、ああそうこれね、これちょっと最近思ったんですけど、その破壊して想像するみたいな感じでそのもう限界までってことでもうぶっ壊せみたいな感じでわーってこう過激に過激にやってきたんですけど、よくよく考えてみたら壊すのそんな面白くないってことに気がついたんですよね。簡単なんで、むしろ作ったり守る方が実は難易度高いとなってくると、人々はゲームを楽しんである一定のところまで行くともうハードモードからスーパーハードモードにならないとつまんないじゃん。なんで壊すよりも守る方にちょっと面白みを感じてしまう人が増えてきてるのではないかと。
で高齢化であのジジイの人口ね、おばさん人口がおじさんおばさん人口増えてるので、守るがディフェンダーがどんどんディフェンダーいいの生まれてる、はい、要は若い頃壊し屋をやってたんだけど、なんか面白くねえなと、またこれと手を返しなおかこの間あれ壊したよねと、今度はこれでしょ、でもよく考えたら壊したら守った方が大変じゃんみたいなので、うん、守り側にこうなんかこうつく人が増えるんじゃないかなと思ってて、うん、でも守り側になんかそのないのよ、その支柱となる思想というかライフスタイルというか、なんか守り側、守る側というか、まあ、保守と言われているような人はね、なんか右翼みたいなちょっと痛いような感じのああいうのかなんかしかない、なんかもっとそうじゃなくて、なんか左翼ちょっとおしゃれじゃん、うん、そうかっこつけてるやつそうじゃん、うんうん、あれのちょっと保守でそういうのできないかなと、あ、うん、ちょっと今のかなり語弊のある言い方なんだけど、要はその、そうそうそう、あの運動的にはそのこう外にぶっ壊しに行ってたのが、実はその方が楽ちんで、難易度は高いのはむしろこう守って、で守ることによってこう、うちも外も結構自在なのね、壊さなきゃダメみたいな、某番組のこう年頭の挨拶で、はいはい、現状維持って言われてたのが、そうそれが一番大変だ、大変なんです、ってことですよね、その通りです、これが一番大変で、現状維持できる人はこうぶっ壊したりまた戻ったりとか、うん、自在なわけですよ、で壊す人ってなんか壊す側の脅迫観念でなんかこう言っちゃって、もう壊さなきゃみたいなんで、うん、そうやってガキの頃はぶっ壊してる方がまあ気分いいし面白いんですけど、なんかずっとやってくるとなんか壊しのテクニックをある程度学ぶと、これ単純なのはつまんねえなこのゲームみたいな感じになってて、むしろこれディフェンスが持っても面白いんじゃないのみたいな、ディフェンスに回るとオフェンスディフェンス自在だなみたいな、そういうアウフヘーベンしていくみたいな、で それをちょっとこうあの思想レベルからライフスタイル、ファッションレベルから何かこう統一する統一場理論を考えたいなと思ってまして、そうじゃあまあとりあえずあのファッションあのお金かければとりあえずいけるから、まあ、衣装だけでもちょっとやってみたらどうなるだろうと、変化はどうなるだろうとか、あとまあもともとライフスタイルという点でいうとバカンスっていうほら企画住宅の会社の顧問やってる人でしょ、はい、バカンスの使い方あれその資産活用としても使えるし、場としてどういうふうに使うのかっていういろんな提案とかもしてるし考えてるし、あと今モデルルーム立ってるんでそういうの使っていろいろイベントしたりとかも実は考えてるし、そうなんですよ、だからね、それから銃、ね、衣食銃のうち衣と銃、うん、で食はもうほら日本はもうほっときゃ食はもうその世界でもちょっともう修羅の国レベルじゃん、普通になんかその辺で飯食うだけで、ね、ワールドワイド的にはもうすごいねみたいになるんだ、まあ、食はもうそう自分で作ったってそんなに作るのと、だって日本のちょっと料理好きな男子は大体世界の主婦のアベレージの3倍ぐらい作れますからね、そうなんですか、だって全然料理しないそう、ね、3つぐらいしか作れないような人多いんだよ、ね、世界の専業主婦ってそうなんですか、3種類とか5種類ぐらいしか作れない、私すっごい全然作れないとか思ってたけど、いやもうすごい世界に比べたら世界はもうもっともっとそうなんですか、これが世界だってもう3つしか作れませんみたいな、へー目玉焼きとか焼いただけですごい料理、目玉焼きで料理だから本当ですか、そうもう冷蔵庫開けてなんか牛乳かけて食べるみたいなものだけで、いいもの食べるときは外食してみたいな、でもその外食も超レベル低くて、これデニーズの方がうまいんじゃないみたいなやつ、みんなありがたがって食ってっからね、だから食は何もやんなくてもいいと思います、日本にいるっていうのもすごいアドバンテージがあって、あと糸銃なんですよ、で銃も一時うさぎ小屋とか言われたけど、今ほらすごいじゃん結構、そんでバカンさんすごいよくできてる家なんで、だそういうのあって、で海外のお宅でじゃあああいうのあるかっていうと、あそこまで振り切ってやんちゃうのはないよね、ちょっとしたね、ちょっとしたまあ本当あれですよ、やんちゃなお家ですよ、やがらなお家ですよ、やがらなやんちゃなお家、やがらなやんちゃなお家ですよ、だってそんなね、ルーフバルコニーにさジャグジーとさシアターシステムついてて 5.1 サラウンドでさ、でなんか ね普通にパーリーみたいなことできるから自分家でね、パーリーピーポーできるけど、ほら いっぱい来るとダメだから身内だけで、で1億そうパーリーピーポー、パーリーピーポーそれなんか繋いでなんかできないかなとかもいろいろ考えてるのね、あーすごい、そうそれ向けになんか例えば楽曲っていうか音楽どっかクラブと一緒になって、なんか夕方のだから6時ぐらいから今早いんで6時ぐらいからちょっとノリノリの音が流れて、平日でも夜こうなんかストリーミングでなんか肉焼いてパーリーしてみたいな、そうそうヒューとかでそれもなんか繋がったみたいな、そうすごいって感じのありかなとか、そういう感じですよ。確かにそう考えると全然今までと暮らし方変わるよね。そういう方向とかになってきます。でもそのお家なのでやっぱほらファミリー単位でしょ、うんうん、でやっぱ保守って基本はファミリーだから、うん、ファミリーを大事にしなきゃいけない、うん、だから家で働いて家で遊んで家で仕事で、うん、もうファミリー大事だ、
すげえ繋がるんですよ、そこが。あ、なんか次時代変わってきたと思ってて。はい、これが俺 の、 そのシグナリング効果です、今俺に出てる。すいません、もう全容をばらしましたけど。今の熊の掴むような、雲を掴むような話をだから一個一個ちょっと形にしていこうと思ってて、だからそういうなんかちょっとね、バブルをギリギリ知ってる、かつ赤いちゃんちゃんこを着る手前の人たち、でまだちょっと動ける人たち、お金持ってる人は、じゃあちょっとファッションちゃんとやってみようよと。ね、こうまあ、どこもこう出てもいいし、なんかあの見せびらかし消費はできんけど、ちょっとファッションビシッとやってみようよとか、ね、そういうこうスタイリストをしたりとか、あとこうあのヘアスタイルも実はやろうと思ってまして、あの知り合いのちょっと腕利きの美容師が今度独立するので、そういう人を応援したり しながら、ここでやるとこうなるぞみたいな、そう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 、とか常念さんがパーマかかったりするんですね。パーマ、これね、かけなくてもすごいテンパなんで、バリバリテンパになったりします。あ、金髪はあの、ね、ジョダ大好きですみたいな。そっか、それはダメか。そういう感じ。紫とか。ね、紫ね、紫ジョネ乗り物になってます。1ドル50円か !1 ドル50円か200円かどっちかですかね。間がないですからね。間の150円どこすっ飛んでるんだみたいな。恐ろしい感じですけど、まあそんなん考えてる。まあシグナリングからちょっと話いきましたけど、だから、あの、シグナルを掴んで、あの、ここだって軽減いいですよ。投資する人ってみんなそんな感じ。で、私はその事業においてもそういうシグナリングを掴んで何かやろうとしてるし、まあ、株はもちろん、うん、株をやることによってこう、まあ、世の中のこうまずこうすごい、あの、すごい 上位階層というか、お金の一番上の流れのところをこう掴んで、それがこう、そうそうそう、でそれがこう降りてきたら世の中どう変わるんだろうみたいなところを想像しながらいつもいろいろやってて、だから変なことばっかやってるんですよ。変わったことばっかやってるの。はい、そんな感じなんです。はい、常に時代の逆を行く男なんで。はい、逆を行くというか、言い換えれば先を行く、うんうん、まあ逆行ってれば大体先になりますからね。同じ方向を投げたら大体後追いになるので、後追いしないためにはもう逆行っちゃうことですよ。そしたら、いや俺の方が進んでるって言い張ればその時点では誰も分かんないんで。まあまあそんな感じですね。はい、じゃあ五十嵐さん、じゃあ組み替えたポートフォリオ、はい、次じゃあ飯田先生のレクチャーを受けた後ですね、ぜひあの100万円からどうやって資産を増やすのかという、はい、ロールモデルになってもらって、でこれででも全部セットし終わったら、あとはもうなんかあれですね、こんなことありました、ね、あんなことありましたってだけになっちゃうね。ねえ、うん、私も毎回髪型でも変えて、うん、ああそうね。楽しい。じゃあちょっと俺のそのプロジェクト参加してもらおうか。じゃあねえ、おしゃれプロジェクトの先にあるものに、じゃあちょっと井原さんも、あ、じゃあ井原さん参加決定でー。新プロジェクトということで、さあ難しい話でしたけど、はい、じゃあそろそろ次行きましょう。常念司のマネーの裏トラをご覧いただきありがとうございます。ここが面白かった、こんな内容もやってほしいなどリクエスト、ぜひコメントしてくださいね。この動画面白いと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。